どうもおはようございます。FX の皆様。10月20日朝6時18分の相場解説、冷やしを見ております。相変わらず冷やしはですね、もう陽線以外に出てないような感じですよね。ここまで陽線一方通行だと、ものすごいトレンドが見えてるもんですけども、冷やしにしてこれですから、週足でもね、赤い一本の大きな大陽線が出てることだと思います。えー、目下上昇トレンド真っ最中でございます。ただ、 ロソク足は上下そんなに長くないので4時間以下っていうのはね横ばいに見えているかもしれません4時間の方行ってみましょう方針としては買い一辺倒で構わないんですけども4時間ですが大きく要線が出たのがここですそこからなんかヒゲが出てましたよねここねどちらにしても右肩上がりのまま進んでますんで4時間を見ても買い一辺倒で構わないと思います値段がねなんか逆流したっていうところがないですよねこういうふうに一方通行に進むだけで もちろんその前にはこういう風なね、あの、横ばいのところも長かったわけですけども。で、1時間を見ていきます。1時間も同じです。右肩上がりのまんまですね。細かく解説すると、最初に高値をつけたところを横でボックスにして、そしてそれを突き破って一番最初の高値のところを、えー、高値にしてね、またボックスをここで作っていくってことを繰り返していくと何が見えるかっていうと、うん、ここもそうですけどね。 あのレンジがトレンドになっているっていうふうな図を見ることができると思うんですよそして今に至ってここがブレイクした後はずっと値段が高くなっているからあここら辺でちょっと限りが見えてきたのかなここがもしかしたらトップになるかもしれませんねもしかしたらこれがトップになって以降でここでボックスを作ることになるかもしれませんもちろん仮定っていうのがまだ決められてないんですけどね下の辺っていうのが。 まあでもおかげさまで、もう150円が、あと15ピップスぐらいですんで、もうこれ行くというふうに考えていいでしょう。150円に行くつもりで、今後もバイデでエントリーをしていき、細かく利確をしていく。この小刻み作戦で行きましょう。大きく下に下がって、あの、ロスカット決済っていうのはね、考えなくていいと思います。本日は以上です。また、追加、あ、追加放送はオリガルヒのさせていただきますね。すいません。えー、FX の限定動画をご覧の皆様はここまででございます。 そうだ。